瀬戸大橋を眺めながらね、ちょっとショート動画のアップロードとかコミットの確認とかねしてたんですけども、のんびりした時間を過ごせましたね。気持ちいいですね。さあ今からね、瀬戸大橋これをね渡ってね、四国香川県の方に行きますよ。香川県でね、香川のご当地といえばやっぱりうどんですよね。視聴者さんからねおすすめしていただいたうどん屋さんがあるんで、川川うどんさんというところにね行ってみたいと思います。ここをね登っていったらね、この山頂ビジターセンターとかがあってね、去年は行ったんですけどもね、今日はちょっとねもう香川県の方に行きましょうかね。時間もちょっとうどん屋さんが閉まるのが、まあ、間に合うとは思うんですけどもね、ちょっと早めに行きましょうかね。さあ現在時刻11時56分ですね。今からね瀬戸大橋を渡りますよ。これが高速の入り口のようですね。あ、入り口ですね。 ETC OK ですね。行きますよ。小島から乗りますよ。小島だよ最高の瀬戸大橋日和じゃないですか。さあ来ました、瀬戸大橋ついに合流します。インさあやってまいりました、瀬戸大橋。あ、風速1メートル、穏やかな風なんでしょうか。風速1メートルということは比較的今日はね穏やかな天候ですね。あった、左手綺麗ですね。瀬戸内海ですね。さあ瀬戸大橋です。今現在私瀬戸大橋を岡山県和州山の方からね四国へ向かって走っております。あー綺麗ですね。ずいっとね、ずずずいっとあっちの方にね四国ですよ。あれはもう四国ですよ。あー船がいっぱいですね今日本当に。さあ前回ね通った時はレンタカーのね軽自動車だったんで、もうエンジンうならして走ってましたけどもね、 GSR ということでね、もう回転数低くゆるくね楽々走れてますね。気持ちいいですね瀬戸大橋。瀬戸大橋パニあ、香川県に入ったんでしょうかね。ここから橋の上が県境になるんですかこれ。わあすごいですね瀬戸大橋のねこの作り素晴らしいですね。これはもうもはや芸術品ですねこれは。そしてこの四国の山々と瀬戸内海の海、すごい絶景じゃないですかこれ。そしてこの春のね気持ちいいポカポカ日和で、これ最高じゃないですか。瀬戸大橋左手に見えますのは瀬戸内海、前のご乗車ありがとうございます。ハス交通ハス観光でございます。瀬戸大橋前のご乗車ありがとうございます。お出口正面左側カットしましょうか。カットでお願いします。さあ今私瀬戸大橋をねバビョンバビョンと渡っておりますけど、この船は一体何を取ってるんでしょうかね。すごい数ですけどね船。瀬戸内海やはり海の幸が豊富なんでしょうね。さあと数百メートル先に吉島と書かれたパーキングエリアがねこの瀬戸大橋上にあるようですね。あ、すごいですねあの辺の岸壁もね。何ですかこの辺一体、ちょっとすごいですよあの岸壁、なかなかいいですよ。ちょっとパーキングはパスしましょうか。今もうお腹空いてて、うどんをね川川うどんさんに向かってる最中なんでね、瀬戸大橋渡られる際はねここのパーキングでのんびりねお食事されてから行かれるってのもいいんじゃないでしょうか。いやー気持ちいい。ペイペイ瀬戸大橋ペイペイポイポイ。わすごいすごいですよ灯台のような何でしょうかあれ。あの辺りもね工場地帯、黙々と煙が上がっておりますね。あ、境出って書いてますねアルファベットでね。香川県のねもう境出のコスモ石油のマークが見えますね。コスモ石油の工場でしょうかね。石油が運ばれているタンカーが到着するようなそんな場所でしょうかねこの辺りはね。あ、この辺りのこの工場地帯もねすごいですねこれ。なかなかの景色ですよこれ。すごいじゃないですか。さあもう瀬戸内海を越えてね四国のね陸地の上に到着している模様ですよ。もうちょっと先の境で北のインターチェンジで降りたいと思います。
さあ境に来たこちらでね降りたいと思います。丸亀市街、さあ今からねうどん屋さん、あと30分ですか、うどん屋さんまで。なんとかね営業時間内には間に合いそうですね。さあやってまいりました、香川県来たぜ、香川フェイ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 、香川香川フェイフェイ。さあ ETC 2輪の料金はおいくらでしょうか、おいくらですか。料金1360円、計2輪と書かれておりますね。さあこのまま直進ですね、私は。その前にねセルフでガソリン入れていきますか。ほいっと到着。この旅のために私このエネキーっていうのを作ったんですよね、これ。ほい、あ違う、先に触れないと。ほい、エネキー、ほいっと。そこにね空気入れがねあるみたいですね。今ちょっと店員さんに聞いたんですけど、あの空気入れが使えるやつっぽいですね、あれは。 GSR ね燃費計算したらリッター 19.3 でしたね。ちょっと燃費悪いですね。北海道とか行った時はねもっと燃費良かったんですけどね。これいけるやつか、うわ無理なやつかこれ。あー無理なやつやこれ。今ね公式 LINE の方を確認したらね視聴者さんから LINE が来てて、川川うどんをねご紹介してくださった方なんですけども、その方がね近くのコンビニで待機待ってくれてるっていうことなんでね、そのファミリーマートの方にね向かいたいと思います。そのうどん屋さんのすぐ近くなんですけどもね。あ正面の山すごいですね、なんか異様にもっこりね、あの一個だけ不思議な感じですね。これこう山って普通もっとこう連なってるような感じですけども、1個だけがねデコってコブのように出てますね。あ右手にレッドバロンがありますね。さあこれは四国のね香川西店レッドバロン、バイクがいっぱいいますね。バイクだらけですね。右手何やらスタジアムがありますね。何でしょうかねこれ、ピカピカなんちゃらピカラスタジアム、カラスタジアムって書いてますね。いやしかしお腹空きましたね、ペコリンチョですね。現在時刻12時46分、いい時間じゃないですか。あと6分でねコンビニに到着して、そこでね視聴者さんが待ってくれてるらしいんですけどもね、そこからもう数分でおそらくうどん屋さん到着できるんですけどもね。お辞儀いただきました、ありがとうございます。さあ目的のファミリーマートに到着しました。クーラーボックスの中に。さあ今からねおうどん屋さんにね案内してもらえるということで、ちょっと後ろついていきましょうかね。着したようですね。うわ砂利だ砂利だ砂利だ、結構ここも砂利だ。あこんにちは、あそうです、現在時刻13時18分ですね。川川うどんさん到着しました。11時から14時までということでね。こちらがメニューですね。これね、この冷たいやつですね。様でした。ありがとうございました。いやー、美味しかった。あ、いやー、カイロたくさんもらっちゃいましたね。これで夜も安心だ。わざわざね、新しいカイロ買って持ってきてくれましたね。10個入り。これは助かる。これはマジで助かりますよ。やりました。カイロゲットです。さあ、ここからね、目的のキャンプ場がね、20分のようですね。ここちょっと砂利なんでね気をつけないといけませんよ。行きますか。あ、川川うどんさん看板出てますね。すごい美味しかったですね。やはりね
おすすめしていただいたことがありますね。香川県やはりねうどん美味しいですよ。今日はねちょっと暑くなってきたんで冷たいおうどんのね豚肉の乗ったやつをねぶっかけうどん頼んだんですけども、豚肉もねすごいたっぷり入ってましたよ。で麺はね2玉にしたんで麺もたっぷりでねなかなかお腹満腹になりましたよ。3玉とね3玉の台と迷ったんですけども2玉ぐらいでちょうど良かったですね。さすがですね香川県。今日はね朝のキャンプ場から3組の方にね嫁していただいていっぱい差し入れいただきましたね。今日の晩ご飯はねいただいたね差し入れを食べましょうかね。あ、そういえばビールもねいただいてましたね。あ、今ね手前のすぐそこにもね鯉のぼりありましたけども、前方こちらにも鯉のぼりありますね。もう今そこのねこの池みたいなところに亀がね5匹ぐらい並んでねなんか木の上に乗っかってましたけどもね。そういえば香川県ってなんかブラックバスがねよく釣れるようなそんなイメージがありますけど、ああいう池のような今度は釣りもしに来てみたいですね。車中泊の旅なんかで釣り竿を積んでね香川県また来てみたいですね。あ、またもや Google ナビがねとんでもない道を案内してますよ。これどっちですかこれ、右方向、そしてこれを鋭角に曲がれとおっしゃるんですか。ちょっとこれは一旦切り返しますか、安全のためにね。 Google マップさん頼みますよ。ほいっと、危ない危ない。さあこの辺りから細い山道に入っていくんでしょうかね。そうですね、登っていく雰囲気ですね。これはキャンプ場まであと11分となってますけども、先ほどからねちらほらと車が今みたいにね反対車線に止まってるんですよね。車を止めてどこか山菜でも取りに行かれてるんでしょうかね。3台ぐらい立て続けに車が止まってましたよ山道に。さあこの辺りね電波が1本2本を行ったり来たりとかろうじて電波はね繋がってる状況ですけども、あ、また車止まってますね。何をされてるんでしょうかね、これ止めて何かあるんですか。キャンプ場はおそらくね電波が届かないっぽいですよね。結構標高上がってきましたね。今日の晩はまた冷えそうですよ、これ高いとこ行くと。差し入れでねいただいた北海道が役に立つんじゃないでしょうかね。これ私の命を救ってくれるかもしれませんね。ありがたいですね。